どうもナオチンです。さあオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は最新の最強キャラランキングをやっていきたいと思います。アップデートで新しい装備が増えましたよね。その装備をつけた状態での最強キャラランキングです。それでは1位から13位まで見ていきましょう。それでは第13位からいきます。第13位はセリーヌですね。セリーヌは新装備によって攻撃力を大幅に上げることができるようになりました。しかしダメージにはねあまり反映されてない気がして、攻撃力を上げてもそんなに火力が出ないんですよね。それ以上に詠唱時間が長いなっていうふうに思います。新装備の断りのペンダント、これは装備できるんですけども、詠唱時間マイナス 30% ぐらいではやはりまだまだ長いですね。強力な魔法を使うときは結構ためが必要になるので、今のところ私の中では13位ですかね。第12位です。12位はレオンですね。レオンは新装備によって詠唱時間がゼロになることがあります。でも確率が 30% なんですよ。あんまり発動してくれない、これ 30% じゃなくて 70% ぐらいあれば、もっと強かったんだと思うんですけども、 30% じゃちょっと微妙すぎる。でレオンは炎症速度が速くなる装備を、装備できないんですよ。なので、今のところセリーヌと同じくあまり使えたもんではないと思います。第11位です。11位は千里ですね。新装備の効果で攻撃ヒット数に応じて火力が上がる仕様にはなってるんですけども、そんなに上がらない気がする。もっとガシガシダメージが上がってくれればいいんですけども、多分元々の火力がないんでしょうね。そこまで強くなりきれなかったですね。千里は11位です。続いては第10位です。10位はオペラですね。新しい装備によってどんな敵にも追尾弾を発射できるようになりました。でもこの追尾弾の火力がそんなにないんですよね。そしてオペラの技自体があまり火力が高くない。武器の攻撃力自体が結構上がったには上がったんですけども、やっぱりね一発一発が軽いので、そこまで強くなったっていう実感はあまりありませんでした。はい、オペラは10位です。それでは9位に行きましょう。9位はプリシスですね。前回1位だったんですけども、この装備によってめちゃくちゃ使いにくくなった。これ HP 最大の時は MP 消費しないんですけども、 HP が減ってると消費するんですよ。で消費するのはいいんですけども、前のように HP を犠牲にして技を出すことができなくなってますので、すごく使いにくい。せめて前の仕様も残ったまんまで HP 最大の時に MP 消費なしがあればよかったんですけども、あれが消えたことですごく使いにくくなった、弱くなったんだと思います。続いて第8位です。8位はレナですね。レナはもともとあまり使わなかったんですけども、強くなったと思います。難易度のカオスが出たっていうのもあると思いますね。あれって結構ヒーラー重要になりますので、レナは必須だと思います。でこの装備が良かった。回復とか蘇生をするとランダムでステータスがね上がるんですよ。バフがかかるんですよね。それプラス断りのペンダントと伝承の腕輪、この2つを装備することができますので、詠唱速度をマイナス 80% ほぼほぼ無詠唱で、使うことができます。フェアリーライトを連発して、回復もさせつつ全体にバフを配ることができますので、かなり使いやすくなったと思います。第8位はレナ。それでは7位。7位はボーマンですね。新装備によって常に怒り状態になることができます。でそれプラス結界の紋章をつけることによって怒りプラス無敵になることができるんですよ。でもう一つのアクセサリーで火力を上げることができて、今まで無敵になるけども火力が微妙っていうのをちょっと抜け出すことができるようになりました。でもまだまだ火力不足です。攻撃力は9999になるんだけども、
元々のスキルが弱くって火力がいまいち出ないんですよね。せめて一発2万ちょっと出ればいいんですけども、1万ちょっとが最大かな。結構残念なキャラクターです。もう一声あればめちゃくちゃ強かった。6位はエルネストです。新装備で攻撃が必中になりました。必中にはなったんですけども、もともとそこまでミスをしなかったのであまり実感はありません。で、MP 消費量がマイナス 25%、 これももともとのスキルの消費があまり激しいやつじゃないので、そんなに実感はないんですよね。まあ、ただただ攻撃力が増えたっていう感じですけども、まあもともと強かったので、6位、現状維持っていうところでしょうか。第5位です。第5位はウェルチですね。新装備の効果は以前と変わっておりません。もともとが強かったので変える必要もなかったんでしょう。男性がいると必中になってひるまなくなって、さらに攻撃力が3000アップ、変わったところというと武器のステータスが全体的に上がりまして、属性の火と水を無効で大地を吸収するようになってます。まあ相変わらず強いんですけども、変わってないっていうことで現状維持の5位です。それでは第4位です。第4位はアシュトンですね。アシュトンは強くなった、この装備が素晴らしいんですよね。すべての攻撃が弱点効果になるっていう効果が追加されてます。火力がものすごい出せるようになりました。以前はちょっとね火力不足だったんですけども、この武器によって本当に素晴らしい火力が出る。ハリケーンスラッシュがもうとにかく強いので、もう近距離であれを撃ちまくってください。アシュトンが4位に上がりました。それでは第3位です。第3位はクロードですね。新装備の効果によってシールド値の削りやすさがプラス 200% 上がってます。ゴリゴリ削ってどんどんブレイクさせていきますね。もちろん使う技は流星章が一番いいと思います。他のねブレイク系の技を使ってみたんですけども、ブレイク系の技はやっぱりちょっと微妙。もうクロードは流星章1択で大丈夫だと思います。あれを近距離でガシガシと打っていけばむちゃくちゃ強いです。クロードが3位。それでは第2位です。第2位はノエルですね。ノエルが大出世しました、このアップデートで。めちゃくちゃ強くなったんですよね。チートキャラといっても過言ではありません。新装備によって栄翔時間が 70% マイナスになってます。それプラス断りのペンダント、これを装備することによって栄翔時間マイナス 100% 無栄翔で、全ての呪文を打つことができます。攻撃もいいし回復バフ全ていけますので、ノエルはパーティーに入れておくとかなり役に立ちます。特にめちゃくちゃ難しい難易度の時ね、これ必須だと思いますよ。はい、第2位は大出世のノエルです。では第1位いきましょう。第1位は以前と変わらずディアスですね。新装備によって年期発動時の上昇効果2倍っていうのがついてるんですけども、実際効果があるのかいまいち分かってません。もうとにかく強いのよ。空破山打つだけでいいので、もうディアスはもう間違いなく1位です。もうこれ以上のキャラクターは存在しないと思ってます。間違いない1位はディアスです。はい、ということで今日はアップデート後の最強キャラランキングでした。新しい装備によってだいぶ変わってます。皆さんのランキングはどんな感じでしょうか。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。